完全におもろいやつ見つけた。山口完全に面白いね君。ちょっと弁当早取らないと。どれする？いやもう全部守りましょう。とりあえず守る。守りましょう。全部。うわ生姜焼きあるやん。僕生姜焼きしますよ。山口選手は生姜焼きで。生姜焼き同盟で。ここどこなんですか。ここは愛知にある海洋中等教育学校。ああなんかギリ聞いたことは。新しいとこで。8期生なんですよ、僕は。はい、70日じゃなくて。あ、はいはい。なんでそんなリハーサル中ベラベラ喋ってたんですか。ちょっとあんまり緊張しちゃってて、うん、眠れなくて、はい、眠れない時ってこんな感じ。深夜テンションみたいな。そう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 。本番楽しみっすね。楽しみです。こんにちは。こんにちは。俺のファンらしい。ファンです。こんにちは。あの旅行の時に友達と夜通し見てました。はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。やった。今日はどういうあれで呼ばれたんですか。今日はウクレレを、ね、東大で作ったので、そのウクレレを作ったんですか。あ、ウクレレじゃなくてサークルを作ったんです。ああ、なるほどなるほど。でそのウクレレを披露するっていう感じで。楽しみですね。出てます。はい。よし。どういうところが好きなんですか。もうやっぱりこの喋り。お。喋りがもう僕のなんかすごいあの憧れてる喋りなんです。おーおーおー、僕っすか。もうあの落ち着いてボソッと面白いこと。あーはいはいはい、ちょっとセンス系というか。センス系。そう、なんか朝早い。夜中に10時45分はもう早いよね。朝早いですかね。どうしよう。昔フードファイターやったのに緊張で食べられへん。昔フードファイターだったのに緊張で食べられない。昔フードファイター。僕全日本ワンコそば選手権大会5分間で134杯です。どうっすか。ん、うまい。うん、うまっ。昔のさんまさんだ。はい、終わりました。疲れたで。いや難しいっすね、東大生番組。毎回思いますけど、特にその東大生の中で突出してなんかあるわけではないんで、僕は。はい。でもスタッフさんの人の一人と仲良くなってね、どういう感じで編集してるのかとか、なんかどういう仕組みで続いてるのかとか、どういう感じで仕事回ってるのかとかの話をいろいろ聞けたんで、すごい実りのある一日だったかなって思います。はい。友達も増えましたしね。なんか頑張っていこうという気持ちにはなりました。はい。一番面白かったのはですね、なんか東大生の中にすごいなんか経営者をやってるすごい人がいるみたいになって、その経営者のうちの一人がバレーボールのチームを経営してるみたいな話になって、でそのバレーボールチームの施策がすごいみたいな、施策がすごいみたいな、あのいろんなマーケティングで人気を獲得してるみたいなんで、グッズがすごいってなって、グッズであの牡蠣醤油っていう、あの牡蠣のエキスが入った醤油がめっちゃ売れてるみたいな。牡蠣醤油が9本も売れていますっていう
なんか面白い動画みたいな VTR みたいな流れて、あの明石家さんまが美味しそうって言ってて面白かったですね。なんか確かに美味しそうやなって思って面白かったです。あとなんか若い女の子のが出てきたらすぐ恋愛の話に結びつけようとするのが最悪でした、はい、あと明石家さんまがエッチがって言ってて、なんか誰かの話の時にこうエッチする時なったらみたいな、こういうエッチをしてかなあかんみたいな言い出して、なんかそのアインシュタインが相対性理論について授業をしてるみたいな、そのエッチという言葉を考えたのは明石家さんまだと言われてますけど、明石家さんまが言う本家のエッチだとかも思いましたね。はい、ということで以上でした。また頑張っていきます。 YouTube の方、はい、テレビはもう意味ない、はい、出ても意味ない。 YouTube 頑張る。